マキタカズヤは、日本中央競馬会、立党トレーニングセンターに所属する、元騎手の長教師。1990年、JRA 競馬学校を第6期生として卒業して、騎士免許を取得し、中村義雄級者からデビュー。同期には、枝照を、浜野谷健章らがいる。平地競争初騎乗は1990年3月3日、阪神競馬。 第2競争の山の大会で、八頭立ての3着。平地初勝利は1990年3月18日の、阪神競馬第1競争の山の大会で挙げた。デビュー8戦目でのことだった。障害競争初起乗は1995年1月8日、京都競馬第5競争のスーパークレネットだったが、競争中止。 障害初勝利は1995年2月11日の京都競馬第5競争の大活ストームで挙げた。1991年3月17日、中京記念で宮地ペガサスに起場し、平地重症初起場。1995年9月3日、新潟三歳ステークスで田安ダビンチに起場し、平地重症初制覇。1995年9月16日、京都障害ステークスで、 ロングシリウスに帰場し、障害重症発帰場。1999年9月25日、阪神ジャンプステークスで久サコボンバーに帰場し、障害重症発制覇。2005年3月20日をもって、騎士免許返上し引退。加藤刑事旧社の調教助手に転身した。2010年2月に調教師免許試験に合格。3月1日より、 技術調教師として活動。2011年3月1日付にて調教師として新規開業。カッコ内は当該場の優勝重賞競争。太地は g i 級競争。ありがとうございます。